将軍衆。確かにスネークミラーだね。スネークミラー本当だ。あ、ストライズ。ストライズ分かってるな。そうなんですよ、この二人あの X 時代は二人ともスネーク使ってて、結構そのスネーク使いの特徴としてみんな集結したがるっていう。あ、スネーク使いは仲良かったですね。そう、本当に仲良く、今作も仲良くなると思います。そう、多分そう、そうだね。スマブラが好きなんじゃなくてスネークが好きなんですよ。そう、スネークが、スネークのことについて語るのがすごい大好きみたいな。手榴弾をどのタイミングで出すか、ね、そうなんだよな。アイテム成績あるだから奥深かったんですよね。そう、結構ね、スネークはなんかいろんな使い方があって、うん、みんななんか各々のこう考え方でやってたから、多分意見交換しやすいキャラであったかもしれない。近距離が上手い人と手榴弾が上手い人で、はい、ね、結構分かれてたりして、そうそうそう、分かれてたりして、面白かった。下投げの読み合いの仕方一つでも結構各々の理論があったりとかで。そんなスネーク使いだった二人も今や、フォックス使いとベヨネッタ使い、それぞれ、うん、たもとを分かれて。確かに。まあでも次回でね。そう。次回作でね。おそらく再び集結する。愛も見えることは。世代を超えて集結するの面白い、ね。でもスネークの強さ以下だからね。そうそうそう。すべては。スネークだ、あれが、カルキャンないから、うん。スネークが悲しいキャラだったら、結構もう、スネーク使いの再集結はないかもしれない。ない、ないかもしれない。さあ、始まりましたね。衆将軍。殴り合い、そうですね、うん、殴り合いだけどフォックス側が甘いダッシュへとか挟んでくるとそこからなんか手痛い刺激もらっちゃうんで、結構やっぱ技の出し方に気をつけないといけな い、 はい、はい、結構フォックスはガンガン殴りに行くんだけど、はい、いなされるとそうなんですよ、一瞬で溶けてなくなるような。フォックスコンボ耐性がないからこんな感じで結構ダメージ食らいやすいのが、はいはい、あとはやっぱり投げが弱いから、そうですね、ウィッチを常に警戒しなきゃいけない、はい、まあ、足早いキャラなんでね。あっ、投げ。お前、お前、逃げきついですね。イリュージョンに下火重ねて素晴らしい。完璧なタイミングでしたね。序盤からあれは合わせられるのは。うん、結構辛いですね。このタイミングでやっぱあれ合わせられるの結構プレッシャーになるから。ねえ。そう、復帰の選択肢もすごい考えないといけなくなって。結構見せて見せてどこかで引っかかるみたいな。そうなんですよ。そんな感じなんですけど。はい、まあ、結局ね、オックス、復帰が脆弱なんで。うん、そうですね。高く迫られるとね。どれか当たっちゃうんだけどね。確かに。序盤から当たるのはちょっと切ない。切ない。切ない。しかもジャンプ速横尾やったの。そう。あんな角がある状況だった。そう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 。よう当てたなっていう。シュウさんもすごい。ねえ。二択とかだったらわかるんですよ。わかるけど。全然そんなことなかったんで今。読みが冴えてましたね。さあ、何やかんや言ってるうちに結構押されてる雰囲気になってきつつ、あー、まずいんじゃないか。あー、惜しい。今のちゃんと上にずらしてね。2撃目は当たらないようにしてたんですけど、3撃目、やっぱフォックス体重が重いっていうか落下が早い分、うん、その後の硬直中に、やっぱ3段目当たっちゃって、今の撃墜って感じでしたね。そんな感じでしたね。惜しい。上に抜けたように見せかけて、まあ、そうですね。最速回避は間に合ったかもわかんないですよね。まあ確かに。うん、ただな、あの状況で最速回避は結構怖いですからね。回避しないですからね。しない。やっぱ多分ジャンプ、入れるならジャンプ入れたいかなっていう感じだから。そうそうそう、難しいな、今のは。ジャンプが消えてた説もある。まああるかもしれない。2戦目、はい、戦場、なるほど、うん、戦場なんですね。ね、割とベヨネッタ戦場強いイメージがあるから、おい、手の、まあ、ただやっぱ上に打ち上げた時の読み合いがしやすいっていうところで自分のリターンを生かすための戦場の選択なのかな、うん、そうだそうだ、空中で本当にね、指導位置によっては、はい、一気に持っていかれるんで、普通に撃墜できるステージですから、この3つの台は横火刺さる。さあ、この横火怖い。さあ、さっきの、あー、ここが読み合いでるが、やってしまった。これはジャンプどこで消えました。なんか2撃目でなんか見えたような気が、はいはいはい、なるほど、多分上に入れ込んだのがジャンプになっちゃった説がありますね。上ね、ジャンプ消すためにディレイ空中前2段3段だった可能性もあります。あるかも。そうなんですよね、ディレイかけるとね、上にずらしちゃうとそれでついジャンプ入力しちゃうっていうところも、そうそうそう、結構読み合いよくなったりです。そうなんです、まあ、一方的に押し付けられてるだけなんですけど、はい、本当にそうなんですよね。結構選択肢が多いくせにどの対象しようとしても次の選択肢必ずあるっていう難しさ。時の弱いキャラにとってはかなり不愉快な技ですね。あ、やってきた。そう、出た。最近ね、話題の、話題の。リーマかな？リーマ、そう、リーマがあのまま踏みつけメテオで決めてきてるっていうの、うん、
ずらしたのを確認して、そう。踏みつけめたと。空中じゃなくて上京体育はまずい。さあ、これは、あーっと、そのまま、おそらく今のは、回避、回避じゃない。え、あ、まずいよ。ファイヤー？うわ、うまい。実は間に合わない。いやきつい。蓋を開けてみれば、シューさんの圧勝となってしまいましたね。ボックスの脆いところを、はい、もろに引かれてしまった。これは、あの大ジャンプはおそらく操作ミスかな？そうなのかな？ダウンの後の。そうですね、うん。ただまあ、SJ 様子のとこなのかな？だかな、うん。いや、きつい。あそこの復帰なかなか、やっぱニュートラルの、持続当て、あの状況で当てれるとかなりきつくて、ホークスが、ね、ジャンプするにしても落下が早いせいで横尾を出すしかタイミングな、あのタイミングだともなくて、そこにニュートラルが重なった感じでしたね。ホークスの弱いところをしっかりついて、はい、まあ、残念ながらリーマスペシャルは決まらなかったそうですねまあでもあれ仮にミスってたら結構シューさんその後のフォローの読み合い、さっき僕フリーやってたんですけど、やってて、はいはい、あそこの後受け身取ったらちょうど空中したあの着地スキーと終わるタイミングで読み合いできるみたいなところで、うん、その後のフォローもできるのが割と空中下の選択肢の強みなのかな、はいはい、まあ、そんな硬直長い技じゃないですからね。そうなんですよね全体は長いですけど着地硬直はそんなにない、そう結構いやらしい。